久保さん、みんな備えってできないですよね。備えあれば憂いなしみたいなね、ことわざがありますけど、まあ結局それはことわざで妄想であると。うん、僕は常にお金のことを考えてますね。今月どう売り上げを作ろうっていう <laughs>、うん。まあお金は血液だと思ってますから、うん、まあ最低でも必要なものって、うん、僕はお金だと思うんですよ。うん まあ例えば被災に遭いました被災に遭って、えー、お金がなくなりました新しい家を建てたいですお金かかりますよね、うん、津波で流されましたもちろん国の援助が出る場合もあるけど出ないところもあったでしょうでお金かかるじゃないですかどうするっていう話ですよねうんだからまあその復興していくためにも町作くるにしてもお金かかるわけですから うん、だからまあ少なくても最低限僕はいつも感じてない,い感じて考えてそ,そこに対しての、うん、なんか行動をするべきだなとは思うんですねお金に関しては常に僕は人生とはお金であると、うん、これでいきましょうか人生とは金であると、うん、だって生きていく上に金が必要なんでその必要なお金をどう担保していくのかどう あの備蓄していくのかどう増やしていくのかそれは僕は常に考えるべきだと思うんですよ、うん、だ今も僕あのなんだこうしたあの寒く,寒くなったんでねあの電気のその,あのハロゲンヒーターみたいなのつけてるんですけどハロゲンヒーターこれ8 0 0トぐらいなんですよ8 0 0トって結構電気使ってますよね <laughs> で8 0 0トと僕足冷えるんで8 0 0トとあと セラミックファンヒーターとハロゲンヒーターの2曲で言ってるんですけどこのセラミックファンヒーターはマックス1100ワットぐらいあ出るんですよ。<laughs> この多分ぐるぐる回ってると思いんですけど <laughs> 電気代が上がるじゃないですか、ねまあ、例えば最近だったら、ね、あのガソリンがくあの上がってるんで石油ヒーターの人もいると思いますけど石油代も高くなってると思いますし。 温めるっていうね、寒いの温めるだけでも金バンバンかかるわけじゃないですか。そう考えると <laughs>、いや、お金はもうマジであの考えないといけないと僕は思いますね、うん。水もお金があれば買えたりするわけですから。まあもう、もう日本全土がね、沈んじゃったらわかんないですけど、それはね。だけど、あの被災にあったんで全部たダでくださいっていうわけにもいかないわけですよ。 まあ一部区間はまあそのもらえたりするかわかんないですけど全部ねタダでにしてくれっていうのはなんないんでそういう世の中じゃないですか、うん、お金があって経済があってそして回ってるっていうこの循環の中で生きてるわけですからうんだから人生ってそ,そもそも金なんじゃないかなっていうね <laughs> うんでもなんか そのあんまりそれをね言いたくないし夢がないように見えるしなんかその銭げ場みたいに聞こえるしうーんだけど事実なんで仕方がないっていう話なんですよね、うん、その事実に対してあのどう捉えるかってことですね確かに、えー、いくらお金を稼いだとしてもうーん死んだらそのお金は持っていけないんですよでも逆を言うと 死ぬ前までは必要ってことなんですよね。わかります。<laughs> 死ぬ前までは間違いなく必要なんですよ。体を温める。足を温めるだけでも電気代がガンガンかかる。ああ石油代がかかるって話なんで。うん。そこはね、まあ常にやっぱ僕は考えるべきだし、意識しないといけないことかなと思いますね。でも多くの人はそこをなんかないがしろにしてるんじゃないかなと思うので、まあずっと伝え続けていく。まあこの億万長者合宿シリーズでもずっと 言ってきますけど、そのエホワの商人の方も結局はいろいろやってるけど、やっぱお金の問題っていうのはあったからこそ僕のところに行き着いたっていうところもあるだろうし、<laughs> ねえ、お金がすべてじゃない、うん。じゃあ、別に僕のところ行かないですよね。ただ、最初ね、確から僕の商品も買ってくれたような気がするんですよ。なんか転売のやつだったかな。うん。そう。だからエホワの商人も結局お金の問題はあるってことですよね。そう。<laughs> うん、だからそこからね逃げちゃいけないと思うんですよね。逃げられないっていうことですね。うん。まあ逃げても、それは逃げるか逃げないかは自由だと思いますけど、僕は逃げられないと思ってるんで、そこはね。うん。だからまあ稼ぎ続けないといけないっていう。うん。まあ久保さんのステージに行けばね、稼ぐというよりかは運用すればいいんで、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、そこのステージに行く前までは稼がないといけないってことですね。 でその稼いだお金をどういうふうに使うかっていう。だこの前、沖縄から、沖縄からこう来た人は、あの株のなんだっけな、FTE、なんかその、なんか、1株で買うわけじゃなくて、そのグループで株を買う、なんかその商品があるらしいんですね。そこになんか4億ぐらい突っ込んでんのかな。で、配当もらってるらしいんですけど、でも、1.5%とか言っ,て言ったかな。1.5%か2%とか。 少ないから絵的には全然ですっていう,もう堅実すぎて。なんだっけなちょっと名前忘れましたけど。FTPT? な,なんかそういう商品があるらしいですね。だからいろんなそのいろんな業種の株が全部リミックスでそのコンプリートボックスみたいな感じでこの混ざってるやつを買うみたいなそういうのがあるらしいんですけどそこにね何億円も入れてるらしいですよ。<laughs> はい、で配当でやってるみたいですけど。 まあそれはね、でもその何億もこう入れられるっていうお金がまあ稼いだわけですからね。まあその方はサイターフリートで稼いだわけなんですけどうん。まあそこのステージに行くまで今ではまあ稼ぎ続けないといけないですね。でしかもそれも絶対ではないのでうん、絶対ではないから、じゃあそれなくなったらどうするのっていう話にもなるもので、まあ元本保証ではないと思うんですよね、その商品。うーん 元本保証の投資ってあんのかなまあ、探せばあるでしょうけども、まあ、パーセンテージ低いでしょうね。銀行も結局元本保証が1000万だったかな多分、元本1億を保証してくれるとことかないですよね。まあ、そのちっちゃく書いてあるんでわかんないですけど、うん。あくまでもあれは銀行に、あの、貯金じゃなくて貸し,貸してるようなもんなんで、うん。じゃあ1億円貯金したら、1億円の貯金が、その絶対プール、あの、 歩できあの銀行が潰れるってこともあんま、うん、考えづら,らいですけどもじゃあ潰れた時にその1億円は確実に戻ってくるのかっていうのはそれは保証されてるのかっていうと多分保証されてないんですよおそらくねまあ保証してる銀行もあるのかわかんないですけどでも潰れたらねそもそもどっか金出るのって話なんでね <laughs>、うん、確か1000万だまあその預金とかのその種類にもよるのかなうん な絶対はないですから常に、まあ、久保さんも絶対がないからずっと多分ビジネスちょいちょいやってると思いますし、うん、絶対はないので、うん、だからまあ僕も情報発信はもうひたすら続けますね、うん、絶対がないんで、うん、無料でできますからこれははいいってらっしゃい